王の遺言に従い、クラミーツェルをエルキア新国王として戴冠させる。異議のある者は申し立てよ。さもなくば沈黙。異議あり。異議あり。ありありです。それはつまり彼女に挑むということですかな。ああ自分が負けたからといって今度は使用人を送り込んでくるなんて、ここは子連れで遊びに来ていい場所じゃないわよ、ステファニー・ドーラ。ペテン氏に玉座を明け渡していい場所でもないっしょ、特に他国の力を借りてるやつ。シロ、いたか。一人。他に耳を隠してるやつは。いない。あの板切れ、確か前にも。どういう意味かしら。わかんないの。いいか、例えばエルフと結託して魔法で優勝したやつを王にしたら、この国は終わりだろ。どういうことですかの。つまり私がイカサマしてるとでも言いたいの。嫌だな、例えばって聞こえなかった。それとも心当たりでも。いいわ、意義があるなら希望通り勝負ではっきりさせてあげる。はい、そうしてもらえると助かります。しかし、でもポーカー勝負ならそこの協力者追い出した方がいいよ。失礼いたしますわ。